すいません土屋さん、準備お願いしてもらいますこれは三日月有利来ました。あ、ね、どうなるか。あの ABS もついてるし、トラコンもついてる。さあ、それではですね、挑戦者2人目、ハンドルネーム三日月さんです。どうぞ。よろしくお願いします。ね、何が三日月なの？緑三日月じゃないですか。もうなんかスラッと三日月ですけど。どこが三日月なんだよ。三日月三日月。まあいいじゃないですか。ハンドルネームなんで。あの身長は何センチぐらい終わりになるんですか？今181です。ああね、スラッと調子。今まだ伸びてるかも。早速ですけど、はい、今までのレース歴、経歴を教えていただけますか？去年に、うん、初サーキットを走るようになって、でそこがここだったんで、今日は。そうですか。今日2回目で、まだ2回目です。サーキット2回目、サーキット2回目です。じゃあ全然大したことないじゃん。そうです、ね、ノーアルタが爪を隠す。ねえ、よくプロに挑戦しようなと思って、ね、そう、番組の性質上ね、ツイッターで募集しますんで。この車は何やってあるんですか？はい、もう一通り手は入れてます、エンジンも、エンジンも、エンジンは 4AG のままで 82π 入れて、うん、296のコンロッド入れて、うん、5バルブの世界で。カムは？カムは296で入れてます。あ、なるほどね。86はどうなんですかこれ。土屋さんね、まさに。デフはこの間大江杉健さんの 2way を入れさせてもらって。割とガチガチだね。そうですね。なるほどね。パワー的に何馬力ぐらい出てる？パワー的にはこの間測りまして、真夏で196出てたんで。おー、出てるね。それはで冬場だと200超えるかな。あ、なるほどね。おー、タイヤは？タイヤは今日はポテンザの RS71R。 あー、タイム出るわ。出る出る、タイム出る。あー、いけそうですかね。で、今まで何秒ぐらい出してたの？ここでここで、あの仕様になるのが今日実は初なんですよ。はい、その前の仕様で、まあ、49秒台。ZL6 とあんま変わんないよ、49秒から、うんうん、そうですか、うん、で、71RS 履いてるから、そこからプラス1秒上がるでしょう。うん、で、エンジンの仕様も変えてるから、うん、まあ1秒は間違いなく上がる、48秒台。そうですか、いけたら。これあの、アマチュアの人っていうのは、もう86って人気ありますけど、めっちゃ人気ある。どうなんですかね、実際に運転する技術的には。めっちゃ難しい。おやっぱそうなんですね。排気量が1600でしょ、はい、そこに来てトルクバンドが本当に少ないの。うんうん、その例えば5000から7000までのその2000回転の中を使い切らないと、そこから5000から下がるとトルクがなくなっちゃう。ああ、そうか。もうこれね、今の話、車好きな人にはたまらないでしょうけど、うん、僕にはですね、ほとんどわからない。なんで聞いたんですか、すごい。それではですね、三日月さんに、はい、挑戦するプロを決めるくじを引いていただきましょう。はい、ね、これで。どん、お名前をどうぞ。富林さん。富林さん、はい、富林さんです。来ましたよ。はい、全日本スーパー GT300 ドライバーです。マジですか。やばいです。すごいんですね。いや、うまいですよ。これ富林はもうグランツーリスモのチャンピオンを取って、うんうん、そこからプロになったドライバーです。うわ、まあそれで装備がね、しっかりしてればしてるほど、うんうんうん、プロにしてみれば運転しやすいってことになりますもんね。そういうことです。あ、では早速ですね、富林プロに準備をお願いいたしましょう。はい、富林さんのですね、準備が整ったようでございます。はい、中継をつないでみることにしますが、はい、さっきあのなんか重大発言がありましたね。でも三日月さんに聞いたら、うん、重捨てですよって言うから、あ、富林は重捨て乗ったことないわ。ハンドルの切り方が、あ、あれみたいな。うわ、そう。いや、そう。だからヘアピンなんかが困るの、ちょっと。あ、ちょっとそこを聞いてみましょう。重捨てであるということに対して、富林さん、どういう考えを持ってらっしゃるか、ちょっと聞いてくれますか。重捨てって何ですか？ちょっと重捨てが分かんないみたいな。なんかもう、過去の流行語大賞呼ばれたみたいな。今時の子って、20代でしょ、うんうん、重捨ての時代を知らないの。うん、はぁ、うん、だからこれは三日月有利。来ました。あ、ね、どうなるか。今重大発言ですね、これね。さあ、結果は、あの、他に何か今のうちにおっしゃっておきたいこと、言い訳ありますか？いやいや、もう負ける前提です。今のうちに言っておきたいこととかありますか？すいません、土屋さん、準備お願いしてもらってすいません、四天王のうち富林さんはクビです。来ちゃいました。廃業ですよ。はい、もう廃業です。たった2回しかここ走ってないでしょ。そうそうそう、ね、まだこの後分かりませんけども、どういうね、数字が待ち受けてるのか非常に
ある意味楽しみになってまいりました、はいはい、さあ心地よい爆音が響いておりますが、このレース場に重捨てであるということが一番の難点になってくるのか、富樫選手。いい音してるね。いい音しますね。いや三日月さん、いい音してますよ。 ありがとうございます。マフラーもこだわって作ったんで。え、自分でエンジン組んでるの？いやいや、小清水さん。あ、小清水さん。そうね、今のうち、今のところ。いやだから、ね、ABS が分かんないから、ついてないから。ロックしてましたね。危なかったね。そうね、まあ、今危なかったね。あ、ちょっと、プロとしてはおぼつかない運転になってますか？まあ、今の GT300 って、あの ABS もついてるし、トラコンもついてるんで、でも、AE86 ってのは何もついてないから。今、すいません、土屋さん、呼んだとしてましたけど、大丈夫ですかね。おー、今スタート切りました。さあ、今回はどういう数字が待ち受けているのですか。うん、ブレーキのコントロール。これ、ファイナル落としてるから、今、三日月さん、最初コーナーって3速。いや、ここは2ですね。あ、2でいいね。普段は心地よい爆音ですが、なんとなく富樫さんの悲鳴のようにも聞こえなくもないですけれども。ないな。おお、あ、お、合わせてきた、合わせてきた。うまくいきました、うまくいきました。1回で合わせられる、合わせる、さすが。さあ、アウトからインへ。一周、全周してからスタートですからね。その一周の間に心得たのでしょうか。さあ、どういう風なタイムになるのか。仕上げてきましたか。細かく最後刻んできました、ね、今結構なんかスピード出たんじゃないですか。いや、三日月さんどうですか今の。いや、速いと思いますね。速いと思う。速いと思う。土屋さん率直どうでした。なんか最終コーナー落としすぎてんじゃないの。まあ、なんかね、ボンボンボンって気はしたんですけどね。50秒は切ってるだろうとと思う。うん、50秒切ってると思うんだけど、最終コーナーがちょっと進入で落としすぎてんじゃないの。ね、うん、ここでアクセルワークしてるようだと、ちょっとコンマ何秒か損してますよね。そうですね、ちょっと膨らみましたもんね、ここね。ここ膨らみましたよね。やっぱ最後気になりましたね、ちょっとね、こうね、そう最後のね、最終コーナーとかね。立ち上がりでアクセルワークしちゃうのはどうかなって。まあ三日月さんがどうかだよね。そうですね、あとはね、三日月さん2回しか走ってない。そうですよ、ね、2回目ですね。2回目でしょ。2回目です。これからですもんね、2回目がね。三日月さん、はい、行ってみますか。行ってみます、ね、タイムが出ますからね、はい、それを見てからじゃあ行きますか。はい、はい、ということでこの後富林さんのタイムが発表されます。はい、あ、気になる。初めてなんですよね、86乗るの、うん、まずハンドルが重い。重捨てですからね。 ABS もついていない、うん、初めて乗ったんですけど、ただ楽しい、うん、車すごい、まあ、吹き上がりもそうですし、うん、車も軽いですし、うん、まあ、あとすごく多分普段走られてるんだなっていうのも、うん、その乗って伝わって、うん、怖さがなかったです。ありがとうございます。その楽しい怖さがなかったという言葉が出ましたが、果たしてそれがタイムに繋がってるのかどうなのか、行ってみましょう。でん、47秒520。これはやばいです。今日本当に作戦ありましたけど、作戦ハマったとしてもやばい。やばいですね。やばいね。やばいです。言ったけど今日何回目ですか、ここ走んの。2回目です。やめちまえ。やめちまえっつう。重捨てって最初聞いた時どうだったんですか、富樫さん。まあ、あの乗ったことないんで、重捨てに。あ、やっぱり、ね、本気でわからないところはあったんですけど、うん、切ってみて、重っと思いました。それはそうだ、名前の通りですね、はい、さあ、これから、ね、はい、いよいよアタックするわけですけども、はい、気持ちとしてはどうですか、意気込みを。もうこのタイム出されたら当たって砕けろですね。わわわ、頑張ってください。了解しました。お願いします。いやー、どうなるかな、1周目まず、ね、そうですね、ちょっと、うん、本番直前のまずは1周ということですが、本人どんな気持ちでしょうね。これ土屋さんね、はい、彼はあの普段トラックを運転してるということが、ね、書かれてましたね。ということはそれだけやっぱり運転ということに対しての技術は高いものを持ってるってことですよね。そうですよね。そうなんでしょうね。やっぱり気づかなかったああいうね、マシンの仕上げ方にしないというね、うん、確かにね、うん、で自己 PR ではですね、明るくよく喋るということで、うん、車の中で今何をつぶやいてるの。いや、やばいですよ、独り言でずっと言ったらやばいでしょ。さあ、どうなるか。でも攻めてるね、攻めてるな、やっぱ
り3分頃。さあ、まもなくスタートであります。いよいよです。今スタートです。さあ、果たして47秒529を上回ることができるのかどうなのか。今のところスムーズな運転のようには見えますが、まだ2回目だと言ってましたね、このレース場では。ここどうだ。さあ、このヘアピンカーブはどうでしょうか。お、どうだ。立ち上がり上手いな。どうですか。遅い。ちょっと落としすぎた。あのね、アクセルオンが遅い。あ、なるほどね。アクセルの踏みがちょっと遅いという言葉が出ましたが、逆に落とすのあんぐらい落としてもいいんですか。落としすぎ。さあ、まもなく半分を終えまして、これからぐるりと回っていよいよゴールですが、どういうタイムが刻まれるか。今ゴールであります。いや、土屋さん、感想的に言うと、まあ、富林より1秒は遅いな。1秒か。でも1秒以内で収まったらすごいはすごいですよね。だから富林の方がアクセル入れるところが早い。なるほど、なるほど。どのコーナーもね、エアピンも最終コーナーもそうだし、S 字から最終コーナーに向かってくるときにアクセルオフの時間が長い。はい。富林プロにはどう映りましたか。まあ、でもやっぱりさっきと2回目っていうところでまだちょっと様子見かなっていうところは正直、おー、余裕のコメントです。なるほどね。余裕のコメントです。なんか消えそうな三日月だったね。いやもう緊張しちゃった。汗がもう止まらずで、ね、うん、はい、そうですか。なんか 4AG を使い切ってないね。ちょっと作戦通りなんか緊張しちゃって。あ、やっぱ緊張がね、なかなか踏めませんでしたね。ああ、だけどほら、富林の走りを見てたわけじゃない。はい、あ、俺の車ってあそこまで行けるんだなっていうので。そうですね、そこまで行きたかったんですけど、もうなんかタイヤがなんか中間でグニャグニャグニャしちゃって。あ、そう、そうなんですか。ちょっともう山がなかったんで。実際に前半から後半にかけてこう走ってる間、はい、1分間の間ですね、およそ、はい、どういう風な感触でありましたですか。いや、まあ、いけるかなとは思ったんですけど。いけるかなと思った。スタート直後は、どのあたりから怪しくなってきたんですか。あの1コーナー最初の一発目でこう入った時に、もうちょっとタイヤが、もう横に逃げていく感じが、いつものちょっとで RS じゃない感じで。それはどういうことが原因なんですか、その逃げていくような感じ。原因としては富林が使い切ってしまった。バレました。これからはじゃあ後ろにしてください。プロの人ひどいんじゃないですか。ほら、それは四天王強いに決まってますよ。それは土屋さんと対戦できませんよ、いつまでも。だってじゃあ三日月さんが最初に走ったら早かったかっていうと、そうでもない、だからさっき言ったようにコーナー入り口出口、はい、全部無駄が多い、っていうことは富林よりも1秒以上遅いだろうな。最初に走ったとしてもね、ということですか、はい。まあ、予想のタイム出ましたけどもね、実際のタイムはどうだったでしょうか、はい、行ってみましょう。ドン、こんな感じでないと思います。50秒81のか、ね、本当ですね。3秒差。もうどう見てもやっぱり入り口から出口、その無駄の時間が多い。これ走る順番変えても同じ結果ですか。絶対無理ですよ。絶対じゃなっちゃいましたね。そこまで言わなくてもいいじゃないですか。最初に走った人と2番目の人でタイヤの垂れ、これコンマ2秒ぐらいしかないんですよ。そんなもんなんですね。あとエンジン の, そのマップに関してもそうなんだけども、セーフティーモードって入るんですよ、水温が上がると。それ入れても全部入れてもコンマ2秒ぐらいのものだと、あ、腕が同じぐらいなの、ね、この差はもう月とすっぽん、三日月とすっぽんですね。三日月とすっぽん、ハンドルネーム変えた方がいいんじゃないですか。やっぱり三日月よりも満月の方がいいんじゃないですか、ね、今度はじゃあ満月っていう感じで、ね、じゃあ次はフルムーンで、はい、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。